右手の傷は予想以上に深く、指先の感覚が戻るかどうかは経過を見ないと何とも言えない。そうだ、この手は今痛い方が良かったんだね。あやみちゃん本当に平気？大丈夫ですよ。もう書かなくていい。もう絵なんか書かなくていいから、一緒にいられればいい。竹本、羽組見なかったか？僕も今探してるんです。羽ちゃん、羽ちゃん、羽組してリハビリ続けても、もう前と同じようには書けないって思ったら本当に怖かった。だからもう何もかも投げ出して逃げてもいいって思った。でもね、私の手、今もちゃんと痛みを感じてくれてるの。神経がつながってくれてるの。この痛みがね、私にまだ諦めるなって言ってるような気がするの。これからも絵を描きなさいって言ってるような気がするの。好きだな。だから俺、お前のこと好きになったんだろうな。努力すれば何でも手に入るって思ってたけど、花本はぐみだけはどうしようもないんだな。帰るか。どのフロア探しても見つかりません。警察に連絡した方がいいかもしれませんね。
先生。勝手な真似してんじゃねえよ。みんなあいつに明るい未来見せてやりたいと思ってるんだよ。でもな、お前みたいに衝動的になって解決できるのはお前じゃねえんだよ。俺はな、お前と違って全然諦めてねえんだよ。ハグちゃんに再び絵を描いてほしい。ハグちゃんの描いた絵が見たい。僕の中にはその思いしか存在していなかった。大丈夫か？野宮さん、どうして？泣いてたでしょ。電話切った後ずっと泣いてたんでしょ。強がって何でもないふりして、そのくせ人一倍傷ついて。わかるんだよ、あゆみちゃんのことずっと見てたもん。もう一人で泣くのやめよう。そんなのちゃちゃっと終わらせて売れる作品作ってくださいませんか。その辺にあるの売ってきていいよ。え、本当によろしいんですか。うん、お任せください。1円でも高く売りさばいてきますから。いやー、素晴らしい。すいません、ありがとうございました。お願いします。この番組は大和ハウス小林製薬 P&G ドコモグループ資生堂の提供でお送りします。気にしないでゆっくり指を曲げていってください。曲げて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 、ゆっくりでいいですからね。大丈夫ですよ、無理をしないでゆっくりやっていきましょうね。大丈夫ですか。じゃあもう一回やってみましょうか。俺自転車で旅してたでしょ。その時行った場所の地図です。これでリハビリするの？そう、ステージをクリアするごとにご褒美として特別に特別に旅の思い出話を聞かせちゃいます。全然嬉しくないよね。ううん、そんなことないよ。
やってみたい。本当に？うん。この道に沿って線を動かしていくのが第一ステージ。500回できたらクリアね。はい。500回も？そう、1回走るごとにここに回数書いていくから。うん、分かった。大丈夫？飛び出して無我夢中で自転車こいで、最初に寝たのは海岸の砂浜だったんだよね。砂浜？うん、そう。その時人間って寝ようと思えばどこでも寝れるんだなって思った。山形に入ったぐらいの時だったと思うんだけど、木にみかんがなってるのを見つけたんだ。みかん？うん。でも最初そのみかんが全然取れなくてさ、やっと取れて食べた時は本当美味しかったな。大丈夫ですよ。ゆっくりやっていきましょうね。もう一度やってみましょうか。はい、どうぞ。はい、掴んでください。クローバーの畑があったのは岩手に入ったあたりかな。あのハガキに貼ってくれたクローバー？うん。その次の日だったかな、自転車がパンクしてさ、しかもお金もなくなって、旅の中で一番どん底だったんだ。お金なくなってどうしたの？神社の境内で寝てたら宮大工の職人さんたちに助けてもらった。食事作ったり雑用手伝いながら2週間ぐらいいさせてもらったんだけど、みんなが仕事やってる姿見てたらすごく真剣で、将来こういう仕事に就けたらいいなって思った。うん。できた。おめでとう。見事第3ステージもクリア。次のステージでこのリハビリもいよいよ最後になります。このクレパスでこの地図の白い部分を自由に塗ってください。分かった。
先生さ、うん、ずっと思ってたんだけど、いつも暇そうだよね。お前そんな風に思ったのか。相手にしてくれない先生よりは全然いいと思うけど、教師っていうのはな、生徒が出ていくのを見送るばっかりの人生だよ。お前にはさっさと卒生仕上げて卒業しろってばっかり言ってきたけど、それはそれで寂しいもんだな。俺にとってはこれが大学生活最後の作品じゃん。いろんな思い出が多すぎてさ、思ったように手が動かないんだよね。そりゃ8年も通ったんだもんな。うん、先生には世話になったね。礼はいいよ。お前らしく歴史に残るような卒業制作作れ。期待してるぞ。あいつなら大丈夫だよ。うん、ありのままを全部受け止められちゃったから。うん、大丈夫。頑張れよ。やっぱりハグちゃんが塗ると日本地図もアートになっちゃうんだね。大げさだよ。でもさ、本当によくここまで頑張ってきたよね。楽しかったから、なんかあっという間だった。おかげでね、また絵が描けるかもしれないって自信も出てきたの。うん、私絶対また絵描く。うん、今日までリハビリ付き合ってくれて本当にありがとう。もう私は大丈夫だよ。竹本くんのやりたかったことをちゃんと追いかけてほしい。そしたら私ももっとリハビリ頑張れると思うから。そっか、うん、わかった。頑張ってね、ハグちゃんなら絶対にまた絵描けるようになるから。そろそろ行こうかな。3月まで一人で大変だと思いますが。ううん、平気。ビザが下り次第すぐ向かいます。うん、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。
この調子でいけばもう少しで退院ですよ。もしもし、もしもし、新さん、竹本です。おお、お前か。よくここが分かったな。必死に調べました。どうした？あの、前に言ってた人手が欲しいって話、もうさすがに他の人で決まってますよね。いや、あの、都合がいいっていうのは分かってるんです。でもまだ空いてるよ。え、トリオにお前の事情を話したらな。じゃあしばらく待ってみるかって。よっぽどお前のこと気に入ったみたいだな。来るからにはいい宮大工になってちゃんと恩返ししろよ。はい、ありがとうございます。いつからこっち来られるんだ？卒業制作さえ作り終わればすぐにでも行きます。じゃあなるべく早く頼むな。お前がいない分の仕事全部六太郎がやってるから。ちょ、おいお前卒業なんかどうでもいいかよ。早く来いよな。お前のせいで俺死にそうなんだよ。あれ、もしもし。もしもし。おい、こらこらこら、お前聞こえてんだろうな。なんだその古典的な、お前なんだこんなプープーって。あ、は切れてる、これ切れてる。あいつあいつ切った。あ、くそ、あ、切った。はい、よかったな。はい、とりあえず乾杯。そっか、竹本もここを出ていくのか。そうですね。本当にいろいろお世話になりました。ありがとうございました。お待ちしてください。わー、おまぐちゃん退院おめでとう。まゆちゃん、いやおめでとうな。じゃあ今日は退院祝いでパーってやるか。パーってやらないよ。なんでだよ、新潟から純米酒お前手に入ったんじゃないか。これお父さんが飲みたかっただけでしょ。日本酒は苦手です。バカ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 ね。最初は苦手な酒でも飲んでるうちにずーっとハマっていくんだよ。この野郎、酒を熱く語る人も苦手です。なんだよ、ね、病気。ハグちゃん退院おめでとう。おめでとうはお前だろ。病院の廊下走ってどうすんだよ。これどんなくてんの。準備の子は全て順調です。ハグちゃん行こう。おい、なんだあいつら。こんなまったくあいつら。わざわざ来ていただいたのにすいません。うう、でもよかったじゃねえな、怪我治ってな。はい、おかげさまで。まあ俺のできることがあったら無駄で言ってくれよ。まあ絵のことはよくわかんねえけど、酒飲む相手ぐらいのことでいっかや。じゃあ今日早速どうですか。お話分からねえ。よし、今からうち来て飲もうじゃねえか。な、今です。おう、今からか、今から。よ、お、今日は飲もうぜ。徹底的に飲むぞ、この野郎。なんか俺死んじゃったみたいじゃない。そうか。こっちです。お、じゃあ相変わらずごちゃごちゃしてね。お邪魔します。住んでみると意外といいところですよ。退院おめでとう。お、花本晴美、怪我はどうなんだ。ちょっとずつだけど良くなってる。ふん、そっか。じゃあ花本晴美の退院と真山の旅立ちを祝って乾杯。乾杯。うわー、お前
ペン行ったら当分帰ってこれないんだから日本食いっぱい食っとけよ。ほらみんな楽しく飲みましょうよ、うん、今日はみんなで集まる最後の日なんですから。やっぱり最後なのかな。竹本とりあえず飲め。はい。この肉じゃがの汁全部飲むんだよ。はい。え、真山はこのマカロニサラダで一発ギャグ。いや無茶だよ。金本あぐみ俺と腕相撲で勝負だ。無理に決まってんでしょ。じゃあもう一回乾杯しようか。はい、また乾杯。乾杯乾杯。竹本ちゃん飲んでくださいよ。その後すごいのハグちゃんも森田さんも山田さんも真山さんもずっと笑顔を絶やさなかった。途切れることのない思い出話がしんみりしそうな空気にそっと蓋をしているようだった。また明日も明後日もこんな時間がずっと続けばいいのにと思った。お疲れ。久しぶりね。どうしたの。いやこっちで明日の朝からさプロジェクトの定例会議あるから前乗りで今着いた。あらそう。ああこれこれお土産。もしかしてこれ鳥取名物アゴチクワじゃない。もうあなたって本当に気が利くわね。もう姉さんには負けますよ。あちょっと私先に行ってるわね。え幸せにしてあげなさいよ。元気？はい。本当？いえ、元気じゃありません。じゃあドライブでも行こうか。でしょ。野宮さん、うん、私まだ真山のこと引きずってるんです。ああもう真山は日本にいないんだなって思ったら勝手にどんどん悲しくなって思ったように全然切り替えられなくて。そっか。そういう気持ちで野宮さんに会うのって自分でも良くないなって思うんです。わかった。じゃあね。バイバイ。あゆみちゃんのこと好き。正直真山のことをいつまでも引っ張られるのはきつい。
でもそれってさ、離れて解決するような問題じゃないじゃん。だから一緒にいよ。森田さんは卒生の提出期限前日に忽然と姿を消してしまった。結局8年通って卒業しなかったのかあいつは。でもなんか森田さんらしいですね。森田さんは作品を売ったお金で世界旅行に旅立った。192カ国全部の国に自分の作品を残すのが目的らしい。ちなみに若葉荘に3年分の家賃を前払いしていった。聞いたんですけど、一体どこに。どこって聞かれてもわかんねえな。そんな、教えてくださいよ。だってまだどこに行くかも決めてないし。決めてないって。ナミビア。ナミビア。ナミビアって。じゃあまたな。よし、決まった。俺の記念すべき第1カ国目はナミビア。竹本君に直してもらえるお寺や神社は幸せだね。竹本君は手を抜いたりズルをしたりしない。きっと心を込めて全力で直してくれる。正面からまっすぐに向き合って一生懸命直してくれる。そんな竹本くんの姿が目に浮かぶね。ありがとう。私頑張るから。竹本君に負けないように頑張る。うん。元気でね。竹本君も元気でね。さようなら。さようなら。
先輩。行ってらっしゃい。行ってきます。旅立つ時はね、笑顔の方がいいんだよ。その笑顔に人はまた会いたくなるからね。はい、図でも帰っておいで。はい、また来ます。野間谷先輩。行ってきます。またね。また必ず会おうね。うん、絶対だよ。一日中探してやっと一枚しか見つけられなかった四つ葉のクローバーがこんなにも入っていた。2年前の春、奇跡のようなあの景色の前で僕たちは出会った。そばにいるだけで幸せだった。でもすぐ目の前にいるのに全然手を伸ばそうとしない自分がいつももどかしかった。求めてもないのに手に入らないと決めつけて黙って見てるだけの自分がいつも腹立たしかった。そんな僕にきっかけを与えてくれたのはハグちゃんの優しさだった。そんな不甲斐ない僕を
突き動かしてくれたのはハグちゃんの強さだった。僕はこれまでずっと考えていた。うまくいかなかった恋に意味なんてあるのかって。消えていってしまうものはなかったものと同じなのかなって。でも今ならわかる、意味はあったんだと。ハグちゃんとの出会いがあったからこそ今の僕がここにいるんだと。時が過ぎて何もかもが思い出になる日はきっと来る。でもきっと思い出す、5人で過ごしたあのかけがえのない日々のこと。この番組は大和ハウス小林製薬 P&G ドコモグループ資生堂の提供でお送りしました。